出たらいいプレーできるだろうと思ってたんですけど、頭真っ白になって、やりやすかった監督、やりにくかった監督、はい、いやもちろんそれはあります、はい、監督と一緒にやった時は、試合に出れなかった時は難しいなって考えてしまうので、そういう意味では苦労しましたし、これはやりにくい監督だけ話じゃないですね。あ、違います、まだ良かった方です。今回のハマチャンネルなんですが、スターが来てくれました、現役生活17年にピリオドを打ちました鈴木純さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、引退をされたということですけども、はい、今どんなこう気持ちですか。今すごくすっきりしてます。はい、なんていうんですかね、まあ、未練とかはなくて、うん、これからまだ次やることは決まってないんですけど、うん、やってみたいこと、挑戦したいことがたくさんあるので、うん、まあ、それに向けて模索中で、うん、すっきりしています。はい、でも相当悩んだでしょう、その引退するかしないかっていうのは。まあ、自分の中で、辞めるって決めたのが2月1日だったんですけど、で1月31日までにオファーがなかったら、辞めようっていうふうに決めてたので、うん、そこの設定にあたっては、まあ、家族と話したりとかっていうので、うんうん、時間をかけて決めたんですけど、うん、まあ、2月1日、まあ、そのオファーがなかったということで、うん、もうじゃあ辞めようと、うん、そこに決断に関しては悩みはなかったですね。はい、そのじゃあ1月31日の期限に向けて、はい、オファーをずっと待ってた時の気持ちっていうのは、はい、いやこれは結構苦しかったですね。去年の11月の半ばにシーズンが終わって帰国して、うん、で、まあ、アジアのクラブのオファーを、うん、検討していて、うん、代理人にもそこら辺の国からオファーがあればぜひ行きたいっていう話をしていて、例えば韓国、韓国とか、まあ、タイとか、うん、シンガポールとか、うん、で探してたんですけど、で結局2ヶ月半オファーがない状態だったので、うん、で、リトアニアの生活がこう楽しかったので、うん、また違う国で生活できたらいいなと思って、最初はオファー来るだろうと思ってワクワクしてたんですけど、うん、やっぱ来るか来ないか分かんない状態っていうのがまあ1ヶ月以上続いて、うん、で最後1月末の方は、うん、まあ1月いっぱいなかったら辞めるっていうのも決めてたし、うん、でちょっとないかもなって思いながら、うん、トレーニングに行ったりとかっていうのが、うん、まあ、結構精神的にきつくて、そうなので、まあ、正直すごい気持ちは入ってないけど割り切って、うん、やることだけやっておこうっていう気持ちで、うん、トレーニングしてた日もありましたね。うん、はい、ね、ゴールが見えない中での練習ってきっと大変ですよね。はいはいはい、1月に入ってアビスパ福岡のアンダー18のチームと、うん、東福岡の、うん、東福岡、はい、のサッカー部の方に、お願いして、うん、練習に入れてもらってコンディション調整をしてたんですけど、うん、まあまあ、それまではジムで一人で走ったりとか筋トレしてたんですけど、まあ、高校生みんなプロを目指しながらやってる子たちで、すごいそういう子たちが生き生きサッカーしているところとか、うん、で東福岡のサッカー部っていうと僕はユース育ちだったので、うんうん、交代練の雰囲気っていうのがすごい新鮮で、はい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 、全然アビスパとは違う雰囲気で、でまたそういう子たちの活気とかのおかげでなんとか、うん、じゃあ自分も頑張らないとなって思いながら、高校生からパワーもらって、はい、パワーもらいながらやってた感じでしたね。うん、はい、そうか、あ、大事なものを忘れてた、ちょっと待ってて、はい、いやいや、これを渡さなきゃいけなかったんだ。あ、いやありがとうございます、はい、な17年、はい、お疲れ様でした。 ありがとうございます、素敵な花、はい、これね、親友の
そうそう、はい、親友の浜崎まさきなんて書かせてもらいました、はい、いやありがとうございます、これね実はね触ってみて増加なのよ、いやあれ、うん、ですね、どうで、なんか光触媒っていうのをしてて、はい、あのなんか空気をきれいにしてくれたり、あ、そうなんですか、するらしいので、で枯れないから、あ、そうですね、そうだから家にずっと飾ってください、ね、はい、ありがとうございますあの飾ります、はい、で親友のなんてね、あの書かせていただいたんですけども、いやいや、本当に長い付き合いで、はい、あのまあ、私 FBS で、はい、まあ、スポーツも実況するアナウンサーをしてて、で、ね、まあ、ちょっとしたニュースの取材の中でアビスパを扱う時でもね、はい、こうインタビューを取らせてもらったりして、はい、でもこのね鈴木純という人間が僕はもう大好きになっちゃって、現役引退した後もずっと友達だよなんて言ってね、いや、ありがとうございます、飲みながらね、はい、はい、なんですけども、いやー、そのだからその鈴木純の良さというのをね、今日はもうここから純って呼ぶね、はい、はい、掘り起こせたらいいなと思ってるんですけど、はい、お願いします、はい、まずアビスパで初めての、はい、その高校生で、はい、トップチームの試合に出場した選手なんですよね、はい、はい、うん、そうですね、あの高校3年生の時に、うん、アビスパが当時 J2 で、うん、2007年でリトバルスキーが監督の時に、うん、はい、リティデビューしました、はい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 、その時っていうのはこうなんかそろそろなんかいけそうだぞみたいな感じはあった、めちゃくちゃ急だったんですよね、でもチームが確か4連敗とかをしている状態で、うん、で、J リーグって公式戦の次の日に出れない、うん、試合出場時間が短い人の練習試合っていうのがあって、うん、でそこの試合ですごい自分が調子よくて、うん、で、そしたらその日の試合の後に、うん、メディカルチェックに行ってくれって言われて、うで、あれ、そう、あれって、うん、で、J リーグで登録するときにみんな受けるチェックとかあるんですけど、うん、それをバタバタ次の日から受けて、いろんな検査とかをしてクリアして、でその日はその週は全部練習に来てくれって、うん、まあ、学校も休んで、うん、でって言われたので、あるかなと思ってて、でそしたらその週本当にメンバーに入って、うん、あれよあれよという間にデビューした感じだったので、うん、もう本当早かったです、1週間の中でもう全部パッパッパって決まった感じで、あっという間でしたね、はい、でその最初の試合っていうのはこうどんな覚えが、想像以上に緊張して、うん、後半のアディショナルタイムからの出場だったんですけど、うん、もう頭真っ白になって、交代の時にこうラインの手前に立ったら、うん、でなんかなんとなく出たらいいプレーできるだろうと思ってたんですけど、うん、まずボールにも触れなかったですし、うん、なんかもうふわふわしてて、でなんかこう、あ、デビューしたけどこっから頑張らんといかんなってで思った気持ちが強かったですね。まあ、でもその経験があるからも翌年まあプロになって、はいはい、やらなという気持ち、はい、そうです、その経験もあったり、その次の節にいきなりスタメンで出たんですよ、ね、うんうん、もうリティもやるよね、はい、でちょうど同じポジションにやってた、うん、まあ、アレックスっていう、アレックス、ブラジル人の選手がいて、うん、でがちょっとコンディションが良くないということで、もうそのデビュー戦の次の週練習からスタメン組に入ってて、で、まあ、デビュー戦がそんな感じだったんで、デビュー戦の時は大丈夫かなって思ったんですけど、練習ではすごいいいプレーできてて、でスタメンで行くって1週間気持ちも準備してやって、セレッソ大阪と試合したんですけど、アウェーで、で、あっちには香川真司君とか、あ、柿谷陽一郎っていう自分たちの世代ではもうスターの選手がもう、うんうん、年代の日本代表でも一緒にやったことある、はい、試合に出てて、うん、で彼らが先に活躍してたので、うん、よし俺もスタメンで出るし、うん、やってやろうってなったんですけど、また何もできず前半だけで交代ってなって、で後半始まる時にみんながロッカー出てた後に、うん、ちょっとベンチに行けなくて、うん、
ロッカーで泣いてましたね。はい、まあ、悔しさ、はい、悔しくて泣いてましたね。あ、やっぱこういろんな経験をして、当たり前だけど今の鈴木純があるね。そうですね、そういう悔しいことも楽しいことも経験させてもらったおかげで17年できたなって感じはしてます。その真っ白で、じゃあ、スタメンで出た試合も前半でもうお役御免になりました、はいはい、どのあたりからやれるっていう感じになってきたんですか。やれるってなったのはもう1年目のもう終盤ですかね。その2007年はデビューして高校生で2種登録 で2008年からプロ契約したんですけど、で2008年の途中まではリトバルスキーが監督だったんですけど、まあリトバルスキーは自分のことすっごく評価してくれてたので、でそういうのもあってデビューできたと思うんですけど、でリトバルスキーが監督の時は自分が調子良かったらちょっとメンバーに入れてもらったりとかスタメンでやってもらったりってやってて、でも思ったプレーはできてなかったんですね。で途中で篠田さんに代わって、はい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 、でやっぱチームもまあ勝たなきゃいけないってなって、うん、やり方も変わった時にやっぱメンバーに入れなくなって、うん、でそれをこう乗り越えて終盤戦少しずつ出場機会を得だして、うん、まあ得点につながるプレーができたりとか、うん、ゴールも最終戦で決めることができて、うん、でそこでやっと、あ、こうやって生き残っていかなきゃいけないんだなと思って、生き残っていかなきゃいけないんだなっていうことか、はいはい、なので1年目の本当終盤ですね、はい、なんとなく最初の手応えは、はい、今監督の話が、ね、出てきましたけど、はい、僕は野球も取材してサッカーも取材して、はい、サッカーって本当に監督が変わることで、はい、ガラッと変わるじゃないですか、はい、あれはちょっと野球に比べるとだいぶえぐいよね。そうですね、本当ポジションも野球みたいに決まってないっていうところがサッカーの特徴の一つ、うん、一つだと思うし、本当にトップトップの選手は誰が監督でもこう最初にこう11人選ぶ中で一番ってなるとは思うんですけど、まあ、大半の選手はそうじゃない中で、まあ、その中心選手とのバランスとかもあるし、まあ、監督が志向するサッカーもあるし、でなんていうか、それこそポジションも決まってないっていうところで自分のポジションが2つある場合もあれば1人しか入れない場合もあるしっていうので、割と受け身な部分も多いのがまあ、サッカー選手の特徴かなと思いますね、はい、ただまあスター選手と言われる人はどんな監督が来ても、はいはい、どんなやり方でもちゃんとできるってことか、はいはいはい、そういう選手がやっぱり日本代表まで行ったりとか、J1 で、うん、まあ、何百試合も出たりとかっていうクラスの選手はそういう能力なのかなと思いますね。ちょっとこれ聞いちゃっていいのか分かんないけど、でも聞いちゃうけど、はいはい、なんかやりやすかった監督、はい、やりにくかった監督、はい、いやもちろんそれはあります、はい、うん、やっぱやりやすかったというか自分が一番いいプレーできてたのは、うん、まあ、トリニータにいた時の、うん、まあ、今もまたトリニータに復帰された片野坂監督と一緒にやった時はやっぱり自分の良さも出せたし、うん、そのチームがやりたいサッカーの重要なピースになれてる感覚もあったし、うん、毎試合毎日の練習でこうサッカーが上手くなってる感覚があって、で思考するサッカーというか自分がこういうサッカーが理想だなっていうののこう先を行ってる監督だったので、こうなんていうんですかね、こうんって思うこととかあんまりなかったですし、自分がこうあんまり考えずに自分が思ったようなプレーをするとやっぱり監督の求めてることに近くなったりとかっていうのがあったので、で、そういう意味ではやっぱり片野坂さんはすごくやりやすかったですし、アビスパだと、まあ、井原さんは正直出れたシーズンも出れなかったシーズンもあったんですけど、その片野坂さんとの違いで言うと、やっぱ
なかなか井原さんの理想とするプレーはできてたっていう手応えはないんですけど、うん、こう自分が歩み寄ってというか監督の要求に応えようとして、うん、で井原さんもこう返してくれたりというか、うん、でそういうすり合わせをしていって、うん、でこう本当に出れない時期もあったんですけど、うん、そこからまた試合に絡むようになって、うん、最後はキャプテンもやってくれっていう風になったので、そこはこう自分の中で印象に残ってる監督っていうのがあって、でこれはやりにくい監督が井原さんって話じゃないですね。違います、まだ良かった方です。やりにくかったというか、まあ、期待に応えれなかったのはもちろん2020年の満了になった年の、あの茂さんの時はなかなかこうその前の年まで、まあ、自分がキャプテンをやっていて、うん、でガラッと体制を変えて、うん、でその中で自分の序列っていうのがこうバッと変わったところで、しげさんはこう要求ははっきりしている監督なので、うん、こうそれを自分なりにはそこにチャレンジしてたつもりであったんですけど、うん、なかなかこう結果も出せなかったですし、うん、というところでうまくいかなかったなっていうのもあるし、うん、でやっぱり試合に出れなかった時は、うん、やっぱりどうしても難しいなって考えてしまうので、うん、そういう意味では篠田さんの時も苦労しましたし、でだから篠田さんと茂さんとやった時は、うん、自分の中で結構苦しい時間は、うん、正直長かったですね、うん、はい。まあ、でもそこも超えるべき、はい、超えなければいけない時間という、はい、もちろんそうです、はい、ね、まあ、サッカーで絶対こう苦しい時間だったじゃないですか、はい、だからサッカー人生の中でもやっぱ苦しい時間だったのがあった、ね、はい、俺お前と一緒にサッカーしたいから、うん、お前のオファー出すからって、うんうん、直接言ってくれて、うん、舞い上がっちゃっていやもう行きます、いや舞い上がる自信をへし折られたというか、そうなんだ、とんでもないところに来たなっていう感じで